提案その1、この3つの立ち方があります。で、型は本当立ち方が一番大事なんで、どんだけ手が上手くても足がこんなんあったらかっこ悪いんで、人を回し受けっていう技が、これができたら流れるようにやります。こう提案その2、はい、で次ピーヤンその2の説明に入ります。でまずポイント1、立ち方なんですけど、さっき言った前屈立ち、後屈立ち、あともう1個だけ追加します。このピーヤンには牙立ちってやつですね。名前の通り牙に乗ってるような立ち方なんで、牙立ち、肩幅の 1.5 倍から2倍開いて、そのままボト落としていく、これが牙立ち。この立ち方がピーヤンに出ます。4日見た時にこの膝とつま先が同じ方向になってます。これがね、これが出たり、こう尻を下げすぎてこうなったりしないで同じ位置で、これガニ股って、これはしこ立ちって立ち方なんでまた別なんで、つま先必ずまっすぐ向けてください。ポイント1が立ち方ですね、前屈、後屈、際立ちになります。でポイント2は、ピアには特殊な技があるんですよね。最初の1のここで、2、ここをちょっとしっかり説明したいと思います。まずこう構えたら引き手に手を乗せます。これ結構逆の人多いんで、引き手に手を乗せてこう打っていく。で左手は、まあ、1だったら左手ですね。左手はこう肩の高さ、右手が上段受けの位置、この位置、まあ、これ攻撃だったりもするんで上段受けじゃないんですけど、まあ、分かりやすく上段受けのイメージ。で顔のおでこのちょっと上ぐらいこう構えておく。こっからこう、ここまずちゃんと練習した方がいいです。ここかっこ決まればね、決まるんで。で2でこの上の手がこう前に来ると同時に下の手が耳に来る。これが結構適当にこうやっちゃうとかっこ悪いんで、これをまずしっかりやってほしいです。これでここまでいったら、この耳の手で鉄槌と同時にこの手を引いて構えていく。今のここから上の手を前へ、この前の手を耳でこう打っていく。ここをちょっとしっかり練習してほしいです。だから4ゴールまでがまず大事、ピアニは。そこはちょっと難しいです。1、2で3も引き手に手を乗せて3で、上の手前、下の手が耳、4、この4ゴールまでをまずしっかり覚えておいてください。